なになに、どうたの。あ、あいつがいる。二人ともちゃんと生き延びていたんですね。よかったです。見てください、ニャットちゃんも無事だったんですよ。大騒ぎの中ではぐれちゃったから心配してずっと探してたんですけど。おや、それって魔物の子供ですか。かわいい。おいしそうですね。え、おいしそうって言いました。聞き間違いですよね。ニャットちゃんは食べられませんよ。ああ、猫って脂っぽくて食えたもんじゃないらしいしね。リンちゃん、そういう比較的どうでもいい知識は豊富ですよね。伊達に毎日毎日暇を持て余して本とか読んでるわけじゃないからね。いや、暇なら働いてよ、リンちゃん。しおりちゃんは休んでてもいいけどね。環境が激変したせいでまた体調を崩しちゃってるんでしょ。大丈夫ですよ、私頑張りますから。牧場が壊滅状態になっちゃったんだもん。私だけ寝てるわけには引きません。でも何か壊滅したはずなのに、すごい勢いで元通りになってますよね。いや、迅速に復興したこと自体は喜ばしいんですけど。はい、いろんなギルドが救援に来てくれましたし、私たちも朝から頑張りましたから。まだまだ見た目を取り繕っただけで、あちこちボロボロですけどね。あとなんかリマの知り合いだっていうすごい魔法使いがいてさ、ちょちょいのちょいって旧車とかをあっさり再建してくれたんだよね。何者なわけあの人。あんな魔法ちょっと街でも見たことないけど。ねねかちゃんね、いつも仕事を手伝ってくれるお礼とか言って力を貸してくれたのよ。あの子ったら無表情で分かりにくいけど優しいから、多分近所で暮らしてる私たちの窮地を見過ごせずに助けてくれたのよね。後でちゃんとお礼を言わなくちゃ。ねねか、ふむ、どこかで聞いた名前のような有名な魔法使いとかでしょうか。いや、なんだか妙に引っかかります。よろしければ後で紹介していただけますか。うん、あの子ったら神出鬼没だからなかなか会おうと思って会えるものじゃないけどね。それよりもあなたはどちら様だったかしら。あ、これは名乗りもせずに失礼いたしました。私は主様にお仕えする従者、コッコロと申します。以後お見知りおきを。あら、ちゃんとご挨拶ができてお利口さんね。でも従者って、あなたって偉い人だったの。それは私も気になってました。聞くタイミングを逃してたんですけど、二人ってどういう馴れ初めなんですか。まあ、それは話せば長くなりますので、今はそれよりもサレン様に無事を知らせなくては。皆さん、あの方のサレン様の居場所をご存知ありませんか。ああ、サレンディア救護院のあの人なら、厩舎のそばで、マヒルさんやメルクリウス財団の方と一緒に、全体の統括をしていますよ。よかったら、ご案内を。ほら、もうしおりん、
ふらついてるじゃん。休んでてよ。そうよ、しおりちゃんが倒れちゃったらその介護のために余計に人手がかかるんだから。いても立ってもいられない気持ちはわかるけど、安静にしといてね。はい、そうですね、みんなの言う通りです。厩舎ってここから見えるあの建物でしょ。それなら迷わずたどり着けますので、案内は不要ですよ。どうかお大事にしてくださいね。はい、ありがとうございます。みんなとっても優しい。強くなければ生きていけないけれど、優しくなければ生きている資格がない。私も優しく強くなりますね、みんなみたいに。きっと必ず。おや、あんちゃん無事だったべか。よかったよかった。牧場は建物以外はほとんど被害がなくってな、不幸中の幸いだったべ。厩舎とかの再建も手早く済んだし、今日中には大体全部元通りになりそうだべ。もちろん怪我した子とかはいるけども、深刻なもんでもねえし、優秀な癒し手が来てくれたんで早急に治療できた。癒し手？ああ、ヒーラーって呼ばれる治療の専門家ですね。町ではそう呼ぶんだべか。メルクリウス財団に所属してるゆかりちゃんだっけか。それがまたお医者さんも裸足で逃げ出す優秀な癒し手でな。ん？あんちゃん知り合いだべか。じゃあ後で挨拶するべ。今はまだゆかりちゃんはみんなの治療をしてて忙しそうだけども。あなたって本当に顔が広いんですね。しかしまあ、みんなご無事だったようで本当に良かったです。私も張り切った甲斐がありましたよ。うん、とりあえず死人は出なかったしな。命あっての物種だし、生きている限りは何度でも再起できるべ。みんなすぐに笑顔を取り戻すはずだべさ。おっと、オラは牧場の経営者だもんでまだドタバタしてるんだ。ちょっと失礼させてもらうべよ。はい、お疲れ様です。サレンさんって人はこの辺にいるはずですけど、どの人でしょう。私顔を知らないのでわかんないんです。おお、なんかすっごい褒めますね。もしかしてあなたの好みのタイプですか。あ、発見いたしました。おーい、サレン様。もうちょっと条件を絞らないと。髪が長いってだけなら私だって該当しますし。はい、でも誤った情報ではございませんよ。サレン様はお美しい長い髪の持ち主でございます。あ、発見いたしました。おーい、サレン様。どういうことよ。興奮しないで。私は提案しているだけだし、決めるのは牧場の経営者のマヒルさんだから。あなたが口を出す筋合いないんじゃないかしら。それはそうだけど、道義の話をしてんのよ。私たちは単なるボランティアよ。出過ぎた真似をするべきじゃないわ。樹木を伐採して魔力を集める鉄塔を建てる？
美しい景観を台無しにするつもり？あんたたちが高値の魔法装置を売りたいだけじゃないの？何度も言ってるし、資料にも書いたけど、この付近の魔力の流れが乱れてる。それを正常に戻すためには必要な措置よ。環境を改善しないまま非効率的に魔法を用いていてはコストがかかりすぎるわ。それに景観は大事だけど、すでに魔物が暴れ回ったことによりこの付近は破壊されているわよ。だからこそこれ以上の人為的な破壊をすべきじゃないって言ってるのよ。過去より未来へ目を向けるべきよ。景観を取り戻すためにも魔力の流れを正常化する塔の設置は必要でしょ。魔力の乱れを放置したら植生や生態系すらその影響で変化する。牧場の美しい景観は今以上に台無しになるわよ。まあまあ、さっきから平行線にゃ。そう熱くならずに一息つくにゃ。どっちの味方なんですか、玉木さん。とりあえず被害に遭った直後で不安な状態の牧場の人たちにギャーギャー大声で喧嘩してる姿を見せてさらにストレスを与えるのは良くないにゃ。それはそうですね。すみません、サレンさんと議論をしているとつい白熱してしまいます。同じお嬢様でも秋野さんとは大違いね。あれは企画外だから。こっちも美冬さんと話してると勉強になるわ。お褒めいただき光栄よ。私もあなたと話してると刺激になっていいわ。うちのギルドにはあんまりこういうめんどくさい話に付き合ってくれる子がいないのよね。めんどくさいのが楽しいのにね。ねえ、いや、被害に遭った人々がいる以上楽しんじゃいけないんだろうけど、私たちがめんどくさい話し合いをすることで少しでも効率化して後の苦労が減らせるなら万々歳よ。思ったよりも人材も資材も集まっていて復興は順調だしね。これなら私たちもすぐにお役御免かしら。よそのギルドだし、あまり介入しすぎてもよくないしにゃ。義賊は悪人からお金を盗んでばらまくけど、そのお金の使い道までは決めるべきじゃないにゃ。玉木さんの独自の教授にはまだまだ理解が及びません。おや、よかった。行方不明だって聞いてたから心配していたのよ。にゃはは、相変わらず女の子をゾロゾロ連れてるにゃ。こちらの皆さんは、やはりお知り合いなのですか、主様。お、そっちの子たちとは初対面だにゃ。あたしはメルクリウス財団の玉木っていうにゃ。よろしくにゃ。お近づきの印にたい焼きをあげるにゃ。どっから出したんですか、玉木さん。わー、いただきます。この味、よく屋台でたい焼き売ってません？お、ご存知かにゃ。そういえば、よく買いに来てくれる常連さんだにゃ。いつもごひいきにしてくれてありがとうにゃ。たい焼き、皆さんは何をするギルドなのでございますか。金融業を中心に手広くやってるにゃ。まあ何でもやってところかにゃ。今回は同じビーストのヨシミでカオンに養成されて出張ってきたにゃ。私もビーストだから動物園に戸籍を登録してるし、相互扶助は責務にゃ。私らビーストは助け合いの精神を大事にするにゃ。牧場にはカオンの子が何人か出向してるし、それつながりで他にもたくさんのビーストが復興を手伝ってるにゃ。この牧場は普通の人間もビーストも分け隔てなく受け入れて平和に暮らしてる、ある種の理想郷だにゃ。災害なんかで荒らされて壊れてほしくないにゃ。
わかるわ、玉木さん。近頃、種族間の溝は広がる一方だけど、できれば手を携えていきたいわよね。そういや、あんたはエルフだにゃ。耳尖ってるもんにゃ。この近所にエルフの集落があって、そっちも爆発の影響でちょっと被害があったみたいだから、あれなら様子を見てくるべきかもにゃ。うん、私はこの近所の森のエルフとはあんまり関係がないんだけどね。別の氏族なのよ。確かコッコロもそうだっけ。はい、一口にエルフと言っても一枚岩ではございませんので。とはいえ同じ種族ですし、被害に遭われたというなら安否が気になりますね。じゃあ後で一緒に見に行きましょうか。非常時だし助け合わないとね。あんたも一緒に行きたいの？まったくもう、あんた人助けとなると見境がないわね。ふん、あんたエルフの集落にも知り合いがいるのね。本当に顔が広いわよね。エルフって割と閉鎖的なのに。てかあんたたち、何気なくこの場にいるからつい普通に会話しちゃったけど、連絡もせずに行方をくらませて、これまでどこで何してたわけ？っていうか一応感動の再会よ。もっとこう何かあるでしょう。感極まって抱き合ったりさ。うわ、冗談よ冗談。いいわよ、無事だったならそれで。あんまり心配させないでよね。サレンさんは彼の前だとなんだか不器用な感じね。うん、心配したわよ。そんな申し訳なさそうな顔しなくてもいいけどね。後でちゃんと事情を説明して。サレンさんは彼の前だとなんだか不器用な感じね。先ほどまですごく心配してイライラしていて、ずいぶん私も八つ当たりされたのに。あ、そう？同居人だし家族だから心配するのは当然でしょ。ともあれ私も初対面の方に対して自己紹介しておきますね。メルクリウス財団所属、美冬です。私の肩書きって何でしょう。営業？事務？美冬はほぼ経営者って感じだけどな。私らは適当だからまともに仕事しないしにゃ。実際うちのギルドは美冬がいないと成り立たないにゃ。ありがとにゃ、いつもお世話になってるにゃ。適当だと自覚してるなら皆さんも真面目に働いてくださいね。他にも所属してる人間は割といるけど、大体は町に残して通常業務をやってもらってるにゃ。今牧場に来てるのは数名ってとこにゃ。しかしゆかりさんは負傷者の治療に当たっているはずですが、秋野さんはどこに？あの人目を離すと厄介なことをやらかすので、ちょっと不安なんですけど。にゃふふ、あの子なら飛空艇で近隣の牧場に向かったにゃ。ほら、私らが前に悪徳業者から助けてあげた兄弟が経営してる牧場があるにゃ。エリザベスパークで育ててた牛や馬を一時的にそういう近隣の牧場に預かってもらうことになったにゃ。まだこの牧場は柵とか設備が復旧しきってないから、家畜はどっかよそに預ける必要があるからにゃ。秋野はそういう話を通しに行ってるにゃ。ふむ、やることをやっているなら別に構いませんけどね。秋野さんはなぜか交渉が上手ですしね。任せても大丈夫でしょう。あの子天然の人たらしだからにゃ。カリスマっていうのかにゃ。上に立つべく生まれたお嬢様だからにゃ。ええ、昔からそうなのよ。ずるいのよねあいつは。好き放題に生きてる割になんとなくうまくいってみんなに感謝されるのよね。周りはいつも振り回されて大迷惑だけど、でもあいつメルクリウス財団のみんなと仲良くやれてるみたいで安心したわ。
あいつ空気が読めないから、合わない相手とはとことん合わないしさ。仲いいのかしらね。喧嘩も絶えないわよ。それなりに和気あいあいと同じギルドの仲間として一緒に活動してるけどね。あの、ごめん、誰かこっちを手伝ってくれない？おっと、つい雑談しちゃってたにゃ。どうしたにゃ、ゆかり。近くを魔物がうろついてるみたいで、みんなが怖がってるの。別に暴れたりはしてないみたいなんだけど、やっぱり被害に遭った直後だからみんな不安みたい。念のため何人か戦える人で集まって、その魔物を追っ払おうって話になってるの。ただみんな朝から肉体労働とかして疲れてるから手が足りなくって。私もヒーラーだから前線でガツガツ戦うのは苦手だしね。そういうのが得意な美冬さんあたりが手伝ってくれると助かるよ。ああ、美冬は全体の統括をしてるからこの場から動かせないにゃ。とりあえず私が行こうかにゃ。魔物が出たってのはどこかにゃ。こっちこっち、急いでね。今エリザベスパークの人たちが魔物の相手をしてるけど、みんな昨日から避難生活をしてて弱ってるから危ないかも。待ってください、私も行きます。害獣の駆除などは得意分野ですので。サレンさん、この場を任せてもいい？了解、任せて。私も手伝いたいところだけど、複数のギルドがおのおの勝手に行動してたらパニックになるしね。誰かが主導して全体を管理する必要があるもんね。私そういう調停とかは得意だから任せといて。適材適所よね、実際。状況が目まぐるしく展開してついていけてませんけど、私たちはどうしましょう。私たちがこの場にいても役には立てませんし、魔物を追っ払う方を手伝いましょうか。魔物の種類によっては倒した後にさばいて料理できますしね。被災地ですし食料はたくさんあった方がいいですもんね。ペコリーヌ様はそればっかりですね。私たちも参りましょうか、主様。せっかく足を運んだのです。困っている牧場の方々の復興を支援しましょう。あれ？君、無事だったのね。よかった。ん？この方ともお知り合いなのですか、主様。うん、なんか割と頻繁にあちこちで会う気がするわ。で、あれ？あなた、エルフよね。どこかで会ったことある？いいえ、私はこの近所のエルフとは交流がございませんので。もっと北方に住まう士族の長老の娘、コッコロと申します。うわぁ、長老の娘ってお偉いさんじゃない。こういう時はどうするんだっけ。遠い地に住まう同胞と巡り会えて光栄でございます。ん？格式ばった挨拶は不要でございます。礼儀正しいお方ですね。いや、両親に厳しくしつけられたからさ。社会人になってから長いし、だんだんそういうのは忘れかけてきてるけど。ともあれ、私はメルクリウス財団に勤務してるゆかりっていうの。よろしくね、コッコラちゃん。はい、あまり街中ではエルフとお会いすることがなくて心細くはありましたので、仲良くしていただけるなら大変ありがたく思います。そっか、うん、仲良くしようね。コッコラちゃんぐらいの子供なら集体を晒すこともないはずだし。はい。あ、いや、こっちの話くっちゃべってないで急ごっか。まだまだ大忙しよ。
うんうん、忙しい時が気合の入れ時だにゃ。我らメルクリウス財団、本日も世の悪意に苦しむ人々を救うため大盤振る舞いで猫の手を貸すにゃ。はい、最善を尽くしましょう。ゆかりさん、魔物が目撃されたという現場はどこですか？私、最短ルートを算出します。助かる。あっちの山の方、どうも昨日の大爆発のせいで地盤が崩れて地中にあった魔物の巣が露出しちゃったっぽい。それで休眠してた魔物たちが暴れ出してるみたいね。その一部が牧場の近くまで迫ってきてる感じ。他の魔物も刺激されてかなり気が立ってるわ。下手をすれば魔物がまた大暴れしちゃうにゃ。どうするかにゃ。臭い匂いは元から立つのが基本だけど、魔物の種類と数によっては私らだけじゃ太刀打ちできないにゃ。のほほほほ、安心なさい。この私が万事解決してあげますわ。もう戻ってきたのね、秋野さん。相変わらず自分の見せ場は逃さないわね。この飛空艇ならあっという間にどこにだって移動できますのよ。さすがに無理して動かしすぎて動力部がお釈迦になりかけてますけど。それ借り物でしょ、壊さないでね。うちの経営状況だと弁償とかできないわよ。飛空艇って一回飛ばすだけで一軒家が建つぐらいの値段がするんだから。ご安心を、飛行テストも兼ねてますし、我が家の私物ですし料金は取られませんわよ。さすがに壊しでもしたらお父様にこってり絞られるでしょうけど、ともあれ話は聞こえてましたわ。この飛空艇には魔法兵器も積んでますので、これで魔物の巣穴とやらを焼き払ってやりましょう。私だけでは魔法の知識がなくて動かせませんので、ゆかりさんが同情して操作してくれません？美冬さんと玉木さんは打ち漏らした魔物を殲滅してください。仕切らないで。でもまあ悪くない作戦だわ。ただ魔物は別にまだ悪さをしているわけじゃないから殲滅すべきじゃないわね。いぶり出して追い払えばいいから。あら、お優しいですわね。効率の問題よ。魔物は種類によっては独自のネットワークを持っていて、同族を殺されたらいつまでも恨む。今は良くても近い将来に報復されて牧場に被害が出るわ。追い払うだけならこっちは危険だって遠ざかってくれるだけで済むでしょ。後先を考えなさいよ、いつも言ってるけど。私が考えなくても美冬さんが考えてくれるのでしょ。私たち互いが互いを支え合う素敵なギルドですわね。一方的に迷惑を被ってるだけよ。まあいいわ、さっさと行動を開始しましょう。オッケー。秋野さん、縄ばしごを下ろしてもらえる？さすがにその高さだとジャンプして乗り込むのは無理だから。あ、そうですわね、ごめんなさいね。私ったらいつも肝心なことを忘れちゃいますの。ううん、誰にだってミスやうっかりはあるから。じゃあ私らは地上で炙り出された魔物への対処だにゃ。君たちも私らと一緒に来るにゃ。猫も意外と嗅覚が発達してるにゃ。魔物の正確な居場所を探り当てるにゃ。机仕事ばっかりでストレスが溜まってたし、たまにはのっぱらで大暴れするにゃ。その息にゃ、一緒に頑張るにゃ。えいえいにゃおん。よし、私たちも張り切っていきましょう。メルクリウス財団の皆さんの足を引っ張らない程度に。いやいや、美冬の話は聞いてたかにゃ。
駆逐しちゃダメにゃ。怖がらせて追っ払えばいいにゃ。なんかやけに気合が入ってるにゃ。空回りして怪我しないように気をつけるにゃ。怖い顔なんか似合わないにゃ。よし、私たちも張り切っていきましょう。メルクリウス財団の皆さんの足を引っ張らない程度に。はい、しかしまあ結局いつも通りのドタバタ騒ぎになってまいりましたね。もう慣れたというか、私なんだか楽しくなってまいりました。気に食わないな。何もかもがあのような凄まじい大量破壊魔法が直撃して、命があっただけでも儲け者ではあるけれど、こんな何もない牢屋に叩き込まれるとはね。退屈すぎて死にそうだ。しかしどうして私は助かったのだろうな。あの陛下が本気で殺す気で放った魔法だ。生半可な方法では防御も回避も絶対に不可能だっただろうに。絶対ね。所詮は陛下であっても絶対なんてありえないってことか。つまらないな。やはりこの世には絶対などというものは存在しないのか。覚えている限りでは陛下が放ったのは膨大な熱量を持つ戦略級の大量破壊魔法。いくら私でも当たれば瞬時に蒸発していたはずだ。あの場には他にも異様な気配を持つ連中がいたし、あいつらが何らかの手段を用いて攻撃を防いだってところか。特にあの赤い髪の女はただ者ではなかった。なぜか無性に気になる。あの真っ赤な女がノウエムとかいう小汚い少女から何かを受け取っていた。王冠の形をしたブローチに見えたが、あれは何だったんだろうな。確か奥刀の坊やが自慢げに見せてきたことがあったな。俗に盗まれたので探しているとか言っていたか。先日のあの出来事がつながってくるのか。ち、しくじったな。あのブローチがそんなに重要な代物ならば手元に置いておきたかった。まあそんなことを事前に予想できたわけがないが、奥刀の坊やは独自の能力を持つ異形の天才ではある。あのブローチはあいつが開発した、あるいは誰かから譲り受けた秘宝といったところか。この牢屋から出たら奥刀の坊やを問い詰めてやらなくちゃな。まあ先日陰謀に利用してやったので恨まれてるかもしれんが、ともあれあのブローチを手にした真っ赤な女が戦略級の大量破壊魔法が直撃した瞬間に何かをした。あのラジラジと呼ばれていた色黒の男になぜか手で触れたのだったか。その瞬間時空がねじれた。そんないわく形容しがたい感覚があった。そして私たちの周りは輝きで包まれて、どこか遠いところにつながった。そして誰かの声がした気がする。ラジラジのものと全く同じ声と老いぼれた男の声。あれは誰だったのだろう。神様とかだったりするのか。なんだか懐かしい気がしたけれど、わからないな。何もかも夢のようだった。ともあれ次の瞬間、私は王宮の自室にいた。瞬間移動していたようだな。陛下が帰省している転送ゲートのような魔法が用いられたのだろうか。どういう理屈で瞬間移動したのか、なぜ私は王宮の自室に飛ばされたのか、他の連中はどこへ行ったのか、
すべては謎だ。私は短絡的に私を殺そうとした陛下に仕返ししてやろうと思って玉座の前へと進撃した。そして警護のナイトメアと激突することになった。結局団長とその率いる精鋭によって私は力及ばず取り押さえられて、こうして牢屋にぶち込まれたわけだ。王宮に秘密裏に存在するこの牢獄は危険な政治犯などが収監される場所だ。ご丁寧にも幾重にも脱獄を防ぐ仕組みがあり、さすがの私も脱出できん。私の絶対攻撃でも破れんな。これは私の能力を熟知する陛下が特別に防御策を施している私専用の監獄だろう。実際どうにもならん。誰かが都合よく助けてくれるのを期待するほど交友関係には恵まれていないしな。こういう時悪役は辛いね。はっ、いいさ、いろいろあってくたびれたし少し休もう。この世に絶対はない。私がその気になればこんな牢獄はいつでも脱出できるだろうよ。陛下、どうして私を殺そうとしたの？おい貴様、確かノエムだったか。どこから入ってきた？ふふん、ちょっと裏技っぽいけど、うちのラジラジは空間跳躍って技が使えるからさ、どんな場所にでも自分とあと一人ぐらいは送り込めるんだ。あいつは今力を使い果たしかけてるから、私をここに送り込むだけでもうだいぶ限界だったみたいだけど。ふん、その空間跳躍とやらで私たちは陛下の大量破壊魔法も回避したのかもな。陛下がそんな回避策を予想していなかったわけがないだろうに。そういう難しいことは知らん。あの赤いやつラビリスタってのがなんかしてラジラジを強化したっぽいけどな。ま、要するにこっちが一枚上手だったってわけだ。ともあれ、私今ちょっと訳があってラビリンスの連中と行動してるんだけど、お前もよかったら合流しないか？はあ？もしかしてお前、私を仲間として勧誘しに来たのか？そのためにわざわざ奇跡みたいな方法でこの牢屋の中に忍び込んだと。このクリスティーナを仲間にしたいと見込んだその慧眼は褒めてやろう。だが理解できんな。私は自分で言うのもなんだが、首輪のつけられない狂犬だぞ。わかってる。こっちとしてもお前みたいな危険人物は仲間にしたくないんだけど、私はお前に結構世話になったからな。ん？初対面の時からそういう口ぶりだったが、私はお前と昔会ったことがあるのか？正直お前のような小娘を世話した覚えがないのだが。忘れちゃってるんだよ、お前も。昔のことを、ラウンドテーブルのことをさ。今のお前に言っても仕方ないけど、昔私たちは仲間だったんだ。どうする？さっきも言ったけど、ラジラジはもう限界だ。さっさと元いた場所に戻らないと帰り道が閉じる。仲間になるなら早くしろ。私の手を取ってくれ。早くしろ。私までお前と一緒に閉じ込められたくないんだよ。私としてはお前を牢屋から出してあげたい。お前は暴君で残虐で鬱陶しくて化粧濃くて嫌いだけど、別に吐き気を催すような極悪人じゃない。こんな風に
自由を奪われて牢屋にぶち込まれるほどの悪いやつじゃないんだ。そんなこと生まれて初めて言われたよ。よかろう、興味が湧いてきた。お前と一緒に行ってやるよ。仲間になるかどうかは気分によるけどな。それでも構わないか？お前みたいなのを御しきれるとは最初から思ってないよ。自由でこそお前だしな。セブンクラウンズの一人、レジーナ・ゲッシュ、クリスティーナ・モーガン。セブンクラウンズ、レジーナ・ゲッシュ、なぜだろうな。聞き覚えがある気がするよ。こら、隣のやつうるせえぞ。うわっ、なんだ。ああ、私の前に逮捕されて牢屋にぶち込まれていたやつがいてな。どうも気難しいのかバカなのか、やたら騒いで耳障りなんだよ。ここは普通の手段では脱出不可能な監獄だが、牢屋同士が接しているところの壁は案外と薄くてな、音をよく通すのさ。いびきの音まで響いてきて叶わん。つうかさっきから誰と会話してんだよ、お隣さんよ。幻覚でも見えてんのかよ。脳内の妖精さんと楽しくおしゃべりしてんのか。あんまりギャスか騒ぎやがると壁をぶち破ってそっち行って強制的に黙らせんぞ。こらやかましいな、チンケなコソ泥風情が。誰に対して偉そうな口を叩いている。へっ、口が悪くて申し訳ねえな。こちとら生まれも育ちも路地裏のバリバリの不良なんだよ。お上品な貴族様みたいに喋れるかよ。ケツが痒くなるぜ。おい、ちょっと待て、この声ってまさか大吾。お前もしかして大吾か。え、だよ。なんで俺様の名前を知ってんだ。この大吾様も有名になったもんだな。つーか、マジでお隣さん以外の声が聞こえんだけど、なんだこりゃ。俺様も長く牢屋にいておかしくなっちまったのか。それともお隣さんが一人二役でお芝居をしてんのかよ。そんな愛らしい趣味はないな。知り合いか、ノエム。うん。おい大吾、私のことを覚えてるか。私はノエムだ。エターナルソサエティで一緒に活動してただろ。なんだって。そんなの聞いたこともねえよ。妄想も大概にしとけよ。俺様は生まれた時から友達も家族もいねえ天涯孤独の身の上なんだよ。そうだったのか、かわいそうに。そういう身の上話とかしてたらもうちょっと仲良くなれたのかもな。でもそうか、お前も全部忘れちゃってるんだな。それでもお前も仲間だった。絶対に見殺しにはしない。一人逃がすのも二人逃がすのも同じだ。お前も一緒に脱獄させてやる。だと、脱獄っつったか。そりゃこんな神器臭い場所からおさらばできるなら願ったり叶ったりだけどよ。そんなこと可能なのか。ここは長い歴史の中でも誰一人脱獄できなかった王宮の永久監獄だぜ。この俺様が全力で殴っても全部跳ね返されちまう。お前とクリスティーナのいる監獄の間の壁は比較的薄いんだよな。そこを二人が全力で攻撃すればどうにか崩せるかも。お前がこっちに来てくれたら一緒に脱出させられる。ものは試しだ。壁を全力で殴ってみろ。頑張れ、お前は世界最強の男だろ。わけわかんねえが、そこまで煽られちゃ無視もできねえな。壁のそばにいるなら下がってるよ。派手に行くぜ、オラオラオラ。おお、いけそう。壁に亀裂が走ってるぞ。頑張れ
お願いだ、クリスティーナも手伝ってくれ。セブンクラウンズとその権能を得たプリンセスナイトが協力すれば不可能なんて何もない。はあ、なぜ私がそんなとも思うが、ずっと牢屋にいて体がなまってるしな。運動不足の解消のためにある程度は助力してやろう。この監獄の堅牢さを過信したのか、私も武器は没収されなかったしな。この剣で全力で壁をえぐる。タイミングを合わせろ、お隣さん。おうよ、お隣さん。あっきゅーい、残った残った。おお、いい感じ。やっぱりお前らはすっごい連中だよ。もう少し。おお、穴が開いたぞ。うわおっと。よっしゃ、壁をぶち破ってやったぜ。急に飛び出してきて危ないだろう。勢いでついてしまうところだった。ライゴー。うわ、久しぶりだな。なんだこの女、抱きついてくんなよ、うぜえぞ。よかったよかったよ。お前は私のことを覚えてないんだろうけど、それでもまた会えて嬉しい。お前ずっと行方不明だったけど、そっか、牢屋に閉じ込められてたんだな。大丈夫か、体調とか崩してないか、ご飯ちゃんと食べてたか。お母さんか、なんだこいつ。あ、もう調子が狂っちまうな。なんだか微笑ましい光景だが、急ぐんじゃなかったのか、ノエム。ぼさっとしてるうちに時間切れで脱獄できなくなったら間抜けすぎるぞ。あ、うん、そうだな。積もる話はまた後で。まずはみんなで脱出だ。自由な世界へ、レッツゴないしの私にできるのは予知ではなく予感すること。もし正確な予知ができるとすれば、それは人知を超えた超越的な存在。次回プリンセスコネクトディダイブ第7章、予言された災禍。もう一度君とつながる物語。お父さん、セクハラしちゃダメ。お疲れ様。今回は比較的平和だったわね。一安心ではあるけど、前回が打ち切り漫画の最終回みたいな急展開だったのに落差が激しいわ。まああんたの知らないところでは
結構重要な出会いや驚くべき新展開があったみたいなんだけど、ともあれ今回あんたの周りが平和だったのには理由があるわ。どうもあんたの最大の敵であるユースティアナが前回大量破壊魔法を放ったせいで魔力が底をついて回復するまで動けないみたいなのよね。同時にラビリンスの主界ラビリスタも意識不明になってて、敵も味方も大物が動けず膠着状態、冷戦状態の睨み合いみたいな感じになってるっぽいわ。だからって油断しちゃダメよ。敵が動けないうちにできる限り次の展開に備えておきなさい。ともあれ今回の出来事における重要なトピックスとしてはペコリーヌちゃんの正体があるわよね。いや私も初めて聞いた時は驚いたわよ。なんとなく浮世離れした変な子だと思ってたけど、まさかお姫様だとはね。あ、一応言っとくけどそれは事実よ。彼女は間違いなく本物のお姫様だから。冗談みたいな話だけど事実は小説よりもきなりよね。でも現在の彼女はユースティアナによって立場を奪われてるのよね。どういう手段が用いられてそんな状態になってるのかはよくわからないけど、以前もユースティアナは世界の法則みたいなのをいじくっていろいろ悪さをしてたわ。他者の立場を乗っ取ったりとかね。今回も同じような真似をしてると推測できるわ。この状態を覆してペコリーヌちゃんが立場を取り戻すためには敵と同格の神様みたいな存在の助けが必要よ。実際常識外れの裏技が使われてるからね。神様にしか不可能な奇跡を悪用してユースティアナは好き放題に振る舞ってるわけ。その野望を阻むためには同じような神様の力が必要よ。この世界における神様の名前はセブンクラウンズだから、今後あんたはそんなセブンクラウンズを探して接触して仲間に引き入れるべきだと思うわ。もうすでにあんたと面識があるセブンクラウンズも何人かいるしね。接触するぐらいならさほど難しくないはずよ。ただ当然敵も自分と同格のセブンクラウンズに動かれると目障りだからって手は打ってくると思う。大量破壊魔法でまとめてセブンクラウンズを殺そうとしたのも多分そのためだと思うし、あの悲惨な攻撃の現場に他のセブンクラウンズが何人かいたわ。彼らは今はいろんな経緯でラビリンスの庇護下にいるみたい。だからまずはラビリンスと接触するのがいいかもね。あと今回ちらっと名前が出てたネネカって子もセブンクラウンズよ。所在は不明だけどこの世界に存在はするみたいだから機会があったら接触してみて。まあまずは牧場の復興を手伝ったりとかやることやってからだけどね。うん、あんたはしばらく牧場の復旧をお手伝いすることになるから頑張ってね。人の助けになるあんたらしくて尊い仕事よ。人に優しくすればきっと報いがあるわ。ううん、それがあんたの正義でありあんたの強さそのものよ。記憶喪失のあんたもそれだけは忘れてないみたいで幸いだわ。主様のために。あの魔物が村の食糧庫を襲った張本人みたいね。結構ヤバそうなやつ。村の人たちじゃ対処できないわけだわ。ふむ、食べ物を目いっぱい詰め込んだペコリーヌ様のバッグに熱い視線を注いでおりますね。ギルド管理協会から正式な依頼が来たほどです。余罪も多数あることでしょう。食糧庫を襲うなんて許されざる悪です。美食とは分け合いこそすれ奪うものではないってことを私が教えてあげます。おまけに私の食べ物まで狙ってるなんて。私的な感情が入りまくってる気がするけど、
まあいいわ。さあ、やっつけるわよ。見といておくれよ。光のご加護。助かります。ショータイム。リズム上げるよ。メルヘンガーデン。好きだ。インフェルノシール外しません。エンチャントアロー。外しましょ。歌っちゃうよ。はぁ、見といておくれよ。元気をお届け。何と言うなら。強く鋭く、キラキラを上げる。もう渡しましょ。外しません。エンチャントアロー。リズム上げるよ。インフェルノシールド畳みかけましょう。ミルヘンガーデン。元気を。光のご加護。私だって外しません。エンチャントアロー。キラキラをあげる。やれます。はっ。引かぬと言うなら。えい。本を出します。リズム上げるよ。インフェルノシールド外しません。エンチャントアロー。ほら、あんた今度悪さしたら消し済みにするからね。どうやら深く反省しているようですし、許しを与えることも大切ではないでしょうか。過酷な砂漠で生きるのも大変なのでしょうから。お腹が空くのはみんな同じですから仕方ないですけど、人のものを奪うのはダメですよ。心に刻んでくださいね。昨日、私のお菓子をすべて平らげた口でよく言うわ。君がいるから張り切っちゃった。